じゃん。もう30、もうまだ3ヶ月、ね、まあ何ヶ月もですね、3ヶ月だよね。体重は、そうか、うんちは分かんないですね。そうですね、ま、ただもう結構ピーピー、今もお腹、お尻にくっついてるね。え、この子？あ、そうです。ただ、見た目っていうか、動き方はすごい元気なんで、お腹がちょっとピーピー。30、まあ一応この最初30、2回目29、ちょっと29、30も行ったり来たり。あ、31、なんか、何で食べやすいの？この子も50%ぐらい入ってます。この上よく食べるんですよね。昨日ぐらいからなんかすごい食べるようになったね。そうなんだ、うんちは。でもここにあるうんちは、そうね。2羽分なんですけど、ただ、ムーンの方が尿酸が黄色いかな。黄色いです。一回、なんか、1日ぐらい前にも本当に黄土色みたいな色で尿酸しか出なかった時があって、あの、ね、尿酸が黄色いのはね、肝臓なんですよ。で、胆汁の流れが悪くなってるわけですよ。そうなんだ、うん、毎回じゃない？毎回ではないし、でも黄色い時もある。ここ数日は大丈夫だけど、で、桃目は今までその夜はみんなと一緒に寝てたんですけど、もうそれからちょっと夜だけピーと一緒に寝るようにしてもらって、ただ今日元気だから今日はもうみんなと一緒に寝てもらえてもいいかなとは思ってます。この子はあの A の口に何回飲んでるか、ピーと同じ回数で、あ、じゃあ基本的に一緒に5、6回飲んでるんですね。ピーにあげるときはもう豆もあげるっていう感じで。体重が31ありますね。この子もさ、血流良くする治療してもいいですか？あ、はい、肝臓もあれです。それからあと、お薬にさ、一応タウリンも入ってるんだけど、はい、もうちょっと本格的な肝機能を高める薬入れさせてもらいます、はい、ウルソでデオキシコール酸。多分ピーと同じ、同じやつあげてもいいんです。いや、ちょっと心臓の薬と血管拡張剤が入ってるから、この子にはちょっと一緒にはならないですね。インプリンを取ってはいないの？あ、桃山の取ってないです。じゃあ、P のやつと桃のやつ1本は同じで、P だけ2本とかの方がいいのかな。やっぱお薬余らせちゃうともったいない場所なので。確かにね。いや、でも年齢も違うしさ、心臓のサイズとか肝臓のサイズが見れたら見た方がいい、ね、あ、なるほど。気になるままの、あの、時間大丈夫？あ、時間は、はい、大丈夫です。ほんと？ほんじゃあちょっと治療してからさ、うん、あの、温めます、ニワトも。あ、そうですか。それで、この子レントゲン取りましょう、うん、で、どうせ温めるから、この子も一緒に行った方がいいでしょう、はい、ICU をつけて、はい、33で33で、はい、それは何度でしょう？外にレントゲンそうですけど。あ、なるほど。レントゲンでこうやって押さえた感じじゃないですか。あ、なんかちょっと酸素化しといて、ちょっと状態高めといて、それで写真撮って、でまた酸素化して、でその間に減量しちゃうと。いいです？はい、それからじゃあ薬で決めます。その方が正確に作れるから。そうですね。はい、お願いします。